今回はビタクシダライフには欠かせない水苔のお話。水苔は基本ニュージーランド産を使用してます。近所のホームセンターにチリ産しかなくて買ったものの、使いづらかったので比較してみたいと思います。ニュージーランド産にも外から見ても不純物は多少見えます。ランクが高いともっと不純物は少なかったと思います。チリ産の水苔はこの時点ですでに多くの不純物が見えます。ジップロックに入れて水苔を戻すとより違いが見えました。こっちは色が薄め、でもこっちは色が濃い。それに水苔の花なのか、こういうもしゃもしゃが多い気がする。お水を絞ってきました。並べて比べるとやっぱりチリ産の方が色が暗めです。水苔の一本一本はこんな感じ。チリ産は毛が少なく細い。中には太いものもあるけど代わりに短い。ニュージーランド産は長いし、ついている毛も長い。太めが多い。チリ産はゴミが本当に多く、さらに個人的な感想としては触るとゴワゴワしている。まとめるとこんな感じ。せっかく買ったチリ産の水苔は胞子培養で使ってみるのもいいかもしれません。板付けには断然ニュージーランド産をおすすめします。良いビタクシダライフを。